ワンワン、お疲れ様です。最近思うことがあるんですよ。今日は僕のオチュラスクエスト2に関する愚痴を聞いてほしいです。というか、深刻な6つの問題を2年以上抱えています。1、バッテリーが30分しか持たない。手に入れてから半年でバッテリーが30分しか持たなくなりました。だからうっかりケーブルを刺さないままエアーリンクを使ってこう歩き回るとすぐ警告が出てくるし、バッテリーも切れる、容赦なく電源が落ちる。問題その2、手に入れてから1年で右目の液晶の画面に引っかき傷のような跡ができてしまいました。何か衝撃とかを加えたわけじゃないんですよ。ただ液晶に引っかき傷のような傷が浮かび上がるようになってちょっと変色しているんですね。まあ支障がないわけじゃないけど、純粋にこれは悲しい。問題3つ目、エアーリンク以外の機能が使えない。この問題はエアーリンクしか使わない僕にとってそれほど問題になるわけじゃないんですけど、本来クエストで体験できるもののもう本当に全てが使えないです。例えばバーチャルデスクトップやビートセーバーなどの、ゲームを購入していてもロード中の画面のまま何も動きません。何も表示されません。つまりエアーリンクにしか僕のクエスト2はなぜか使えない状態になっています。問題4つ目、両手のスティックがね、ドリフトしすぎて VR チャット以外のゲームがプレイできません。本当はレゾナイトもプレイしたいんだけど、スポーツカーのように僕が高速で移動を始めてしまう。2ヶ月ぐらい練習してスティックがドリフトしてしまう方向に合わせて静止できる技を僕は身につけたので対処することはできるんですよ。だけど少しでもスティックから集中力をそらせばどこまでも遠くに移動し続けることになる。職人技を極めないといけない。問題5個目、左手の Y ボタンが使えません。特に液体が混入したわけじゃないけどスイッチが使えません。もうほとんど使えないので右手のボタンで全ての操作を補っています。問題6個目、バンドが切れてる。頭のてっぺんにあるバンドが切れてるので固定方法は毎日試行錯誤しています。これがマジで疲れるんだ。目にかかる重みが強すぎて長時間 VR をプレイできないっすね。修理することもできるんですけど、バンドに針を刺したりグルーガンなどをつけた場合はその素材自体を傷めてしまう可能性があるので一応ちょっと避けてます。いろいろ問題点を発散したいという気持ちで今日は動画を作りました。僕の生活の一部といっても過言ではないほど開発者でも驚くような時間をね共に過ごしてきたヘッドマウントディスプレイだから限界を迎えるのはもうしょうがないです。本当の気持ちは買い替えたいし劣化しすぎて交換したい部品も山ほどあります。近い将来動画も作れなくなるだろうと思うと方法を考えないといけませんね。というわけで今日はそんな感じです。以上です。